アイアンのスライス修正法、まあ、フェイスローテーションの話になるんですけれども、まあ、クラブフェイスの向きがフォロースルーでどのようになっているか、結構スライス系の方と、ちゃんと捕まってる方に特徴がありまして、まあ、このようにねフェイスがちゃんとリストターンができているかどうか、まあ、これがねできてないんですね。今スライスが出てると思うんですけども、なんでかっていうと、今クラブフェイス面が見えてると思うんですね。どうでしょうか、こう見たときこのような形ですね。これがね手返っていると勘違いしている方が多いんですね。これね、今フェイス面が見えてるんですけど、今ねじってこのバックフェイス側を見せてます。このローテーション、回転ですね、この回転、これです。この回転ができているとドロー系というか捕まるボールになるんですね。ですからフォロースルーでこのスタイルですね、今バックフェースが見えるようなフィニッシュになっていると思うんですけれども、このスタイルです。フェース面が見えるのではなくてバックフェースが見えるようなフォロースルー、このようなスタイルですね。これが捕まったアイアンショットが打てる秘訣になります。そのためにはフェースをねこうローテーションする、この練習ですね。ここでぐるっと回す、ここで回すんです。ただシャフトを振るんじゃなくて、ねじ回しのように回すと、バックフェースが見えるかどうかがまず、その判断基準になるということで、練習してそこのフェース面の部分ですね、まあ、そこを考えてからボールを打っていくとボールが右にすっぽ抜けるようなことがない、まあ若干ドロー系のボールが打てるように、なりますので、まあアイアン、風に強いボール、左に右に行かないボールなどの練習する場合、このような練習をしてみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。